はい、待ちに待ったというかね、欲しいっていう方がたくさん連絡いただいてるんですけども、なかなか出てこなかった、しげるかわいの、SK の新潟が出てきました。もうめちゃめちゃ綺麗です。これ、2011年かもしかしたら12年かもわからないというぐらいね、新しすぎてデータがないぐらいに新しい、ピアノですね。ほんと綺麗です。で音もね、良かったですし、音はね後から聞いていただきますけれども、なんといってもね、これピアノマスクといいましてね、これ蓋閉めたところにこう時にこういうふうに音をね遮断するものがついてるんですね。下の方はねこういうふうになってますね。このレバーをすると下の響板がこういうふうに蓋されてしまうんですね。なのでかなり音はね小さくなりますね。夜練習する時とかいいんじゃないかなと思いますね。この音の違いもちょっとね、確認していただきたいなと思いますので、ちょっと音をね、私弾いてみますので、ちょっとねペダルがねまだちゃんとついてないんでちょっと雑音があるんですけど、蓋して、ここが、こういうふうにね、遮断されるんですね。なので、普通に弾くとこのぐらいの音量が、これをセットしますと下もね、このぐらいね音が抑えられますね。これは本当ホコリも入らないですしね、これがついてるっていうのはすごくねメリットあると思いますね。珍しいのが手に入りました。これをね仕入れる予定ですので、興味のある方は、ご連絡いただきましたらいかがなと思っております。はい、撮影ありがとうございました。はい、はいはい。